焼き付き。焼き付きとは、両者とも、専門的には摩耗の一種であるの結果発生する、ものであり、英語圏では、こうした現象を総称して、発作を意味する、またはと呼ぶ。主に自動車、二輪車等の内燃機関は、高速でピストン運動をしている。焼き付きとは、油圧の低下などの原因や、エンジンオイルの品質、管理不良などの原因で、 普段シリンダーとピストンの間にある油膜が一瞬でも、なくなることで過剰な摩擦熱が発生して両者が溶着、そのままエンジンの回転が完全停止して、エンジンストールに至るか、溶着部分が回転力で剥がれることでシリンダーまたはピストンに傷が入る現象のことである。シリンダーやピストンが焼き付きやすいのは、主に1往復、工程換算2回で1行ほどが完結するにするおく 機関のガソリンエンジンである。2ストロークガソリンエンジンの多くは、クランクケース内に混合技を導入し、ピストンの加工によって、クランクケース内に予備圧縮を発生させ、シリンダー内に混合技を送り込む構造を取ることで、ポペットバルブを持たない簡素な構造を実現している。しかしこうした構造を取るがゆえに、多くの4ストローク機関のように、エンジン内部ウエット散布、 または外部にエンジンオイルを蓄えておき、オイルポンプで内部を循環させた後にエンジンオイルを回収して何度も再利用する潤滑形式を取ることができず、燃料に2ストロークオイルを混合した混合燃料を混合器としてエンジン内部に送り込むことで各部の潤滑を行い、最終的には2ストロークオイルは燃焼室内で焼き捨てる全損潤滑と呼ばれる式を取らざるを得ない。 このような潤滑方法は、次のような状況で容易に、ピストンの焼き付きを誘発しうる、根本的な欠陥を抱えることとなる。一つ目は、キャブレターからエンジンに送り込む混合技が薄いことで、発生しうる焼き付きで、これは2ストロークオイルの総量が不足しがちになるのと、同時に、空燃比も薄くなることによって、燃焼温度が上昇。 シリンダーやピストンの冷却が不十分となることによって、吸気ポート側を中心に焼き付きが起こる。対策としては点火プラグの焼け状態や回転フィーリングの許す範囲において、キャブレター内の核ジェットを濃い目に再調整することで、ある程度焼き付きにくくすることが可能である。山や峠等の産地では、空気の密度が低いので、空燃比も薄くなり、必然的に焼き付きやすくなるが、 ノーマルの状態では混合技が濃いので焼きつく心配はまずないとされる。反対にエンジンをボアアップした場合、エンジンに対する混合技がほぼ確実に足りなくなるので、ボアアップする際にはキャブレターの口径を大きくするジェット類の番手を上げる等の対策が必要である。これらの対策を施さずに空気密度の低い場所へ行ったり、極端に高回転まで回した場合、 焼き付く可能性は極めて高くなる。ボアアップを施さない場合でも、チャンバーの交換に伴い最大の充填効率が発生する回転域や重点効率そのものが極端に変化した場合や、エアクリーナーやインテークチャンバーに隙間が発生していたり、クランクシャフトのオイルシールの機密性低下で二次空気を吸い込んでいる場合にも、気迫燃焼に伴う焼き付きが発生しやすくなる。 二つ目は燃焼が十分濃い場合であっても極端な高回転や重、負荷走行を繰り返すことによって発生する焼き付きで極めて大きな負荷がエンジンにかかることで燃焼室内の燃焼温度が上昇してピストが膨張、最も熱上昇が起こりやすい排気ポート周辺にオーバーヒートが発生して潤滑が追いつかなることで排気ポートを中心に焼き付きが起こる。これはエンジンが 全負荷状態の際に特に起こりやすく、極端な重負荷、極端な高回転を意識的に避けることや、水冷の場合には水温計、4ストロークの場合には油温計や油圧計が異常値を示した時にはペースを落とす、空冷の場合には長時間のアイドリングを避けるなどによって予防が可能である。3つ目は高回転時に、 スロットルの前閉時間が長くなることで起きる焼き付きで高速回転中に混合技が極めて少なくなることによりピストン全体の潤滑ができなくなることでシリンダー各部で焼きつが発生する。これはエンジン回転数が高い状態から急激にスロットルを前閉する極端なエンジンブレーキを使用することや平坦かつ水平な直線舗装路を低速走行したり 高速道路の長い下り坂などでエンジン回転数が比較的高い状態でスロットル回度が少なくなる部分負荷状態を多用することで起こりやすく今後給油仕様の場合にはこの傾向が特に顕著となる近年のオイルポンプによってクランクケース内部に2ストロークオイルを送り込む分離給油方式エンジンブレーキやパーシャルスロットルを多用せざるを得ない場合には適にクラッチを切って スロットルを空ぶかしすることで、意識的に混合技をエンジン内部に送り込み、できるだけ油膜を切らさないようにする操作も必要となる。逆に、オートマチックトランスミッション車やスクーターなどの運転者が任意に断続操作できるクラッチを持たない車種の場合には、ワンウェイクラッチを用いたフリーホイール機構を装備することで、エンジンブレーキの発生そのものを抑制、または阻止することで、 このような焼き付きを防いでいる。レーシングカートにおいては、ストレートエンドで強いエンジンブレーキをかける際に、吸気口を手のひらで塞いで一時的に混合着を濃く、することで焼き付きの発生を、具、チョーキングと呼ばれる特殊な走行技術が用いられる。四つ目は、冬の低温時ににストロークオイルの流動性が低下し、オイルポンプによる圧送が不十分となったり、十分に、 ガソリンと混ざらずに混合燃料が分離することによって発生する焼き付きである。これは低温焼き付きとも呼ばれるもので、暖気運転が十分に行われるまでは、高負荷回転を避ける水冷やオイルクーラー付きの場合には、サーモスタットの設定を変更するなどして、オーバークール防ぐことなどで予防が可能である。なお、初めて焼き付きを経験する際は、焼き付きだとわからないことが多い。 急にエンジンがストールし、タンクにガソリンはあるものの、キックをしてもいつもよりキックが軽く、エンジンが全くかからない場合、焼き付きかい抱き付きの可能性がある。軽度な焼き付きであれば、点火プラグの取り付け穴から、エンジンオイル等を垂らして何度もクランキングを繰り返す、あるいは分解して傷ついた、ピストンリングやシリンダー内壁を耐水ペーパー等で研磨すれば、 再始動可能であるが、重度の焼き付きの場合は、部品の交換をしなければならない。軸受け、特に滑り軸受けの場合、軸受け表面の油膜がなくなると、軸受け表面に傷が入ってしまい、摩擦が大きくなり、最終的には軸及び軸受けが溶解してしまう。一旦焼き付きが起こると、軸は肉盛りして検索する必要があるが、軸受けは交換が必要である。 焼き付きを防ぐために定期的な潤滑剤の充填が必要である。メンテナンスを省略、省力化するために転がり軸受けさらにシールドベアリングが用いられるようになった。内面機関においても4ストローク機関において何らかの原因でオイルパンからエンジンオイルがなくなり油圧を全喪失した場合にクランクシャフトやコネクティングロッド、カムシャフトの滑り軸受けにて 同様の現象が起こりうる。とりわけ、バランスシャフトのうち、2本のシャフトが、クランクシャフトの2倍の回転数で回る、サイレントシャフトに代される、ランチェスターバランサーを採用しているもので特に、発生しやすく、油圧が確保されている場合でも無理な高回転を、多用しすぎると、バランスシャフトの滑り軸受けのみに焼き付きが発生る、場合がある。2ストロークの場合、クランクシャフトや、 コネクティングロッドには転がり、軸受けが使用されるが、オイルタンクへの2ストロークオイルの入れ忘れや、分離給油仕様でのオイルポンプの故障、混合給油仕様で誤って、混合燃料ではなく、通常のガソリンを入れてしまった場合、急激なエンジンブレーキの使用で、エンジン全体の潤滑不良が発生した際などに、軸受けの焼き付きが起こりうる。内燃機関で、 時空受けの焼き付きが起きた場合、エンジンの回転が突然停止して、車輪のロックが発生したり、コネクティングロッドが切損して、シリンダーブロックを突き破る、足出しと呼ばれるエジンブローにつながる。金属蘇生加工分野でのプレス加工において、適切なクリアランスの設定をせず、あるいは心出しが不適切なまま加工を行った場合、金型とワーク、 材料との間に過剰な摩擦熱が発生し、材料が金型に固着したり、金型表面が溶解したりする。最悪の場合は焼き付きを通り越して、金型やプレス機械の破壊を引き起こす。焼き付きを防ぐためには、適切な金型の調整を行い、深絞り加工の場合は、潤滑剤を使用する。切削工具による金属への切削加工において、 切削用の工具工の先端とワークの間に過剰な摩擦熱が発生して先端部が破損したり、ワークが変質して加工の継続が困難となる場合がある。ワークの材質に応じた適切な工具材質や切削油の剪定、工具回転数の抑制などで予防することが可能である。ボルトやナットを締め付ける際に、 ネジ山の間に摩擦熱が発生して、ネジが固着する場合がある。特にステンレスコーにおいて締め付け時の焼き付きが発生しやすいとされる。一度焼き付いたネジの取り外しは原則として切断するしか方法はない。内燃機関においては、エキゾーストマニアホールドやターボチャージャー、マフラーの接合部のネジが、高熱やサビで焼き付きに類似した輸着を起こす場合があるが、 厳密には蒸気の締め込み時の焼き付きとは異なるものである。こうしたネジの焼き付きを防ぐためには、ネジ山の表面処理を改善するに硫化モリブデンや銅噴、黒煙を配合した焼き付き防止剤と呼ばれる専用グリスを併用するなどの対策が必要となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。